ハイサイ、ハイサイ、はい、本日はですね、はい、とあるね、あの受験みたいなところに来てるんですけど、山に来てるんですけど、コンパス聞かなくなる。今回、はい、我々ね、はい、まあ、いつも海で、まあ、魚釣ったりとかしてるじゃないですか、取ったりしてるじゃないですか。まあまあまあ、はいはい、今回、山の神秘に触れようということで、うん、山とか川にいるような、うん、魚ちょっと今回狙いたいなと思ってね、うん、珍しいやつがいるんですよ。まあ、ハイサイの動画で紹介してるやつもいるんですけど、うん、今回ね、狙うのはね、3種類いて、そのうちの1匹がこちら、うん、こちらですね、これ忍者フィッシュですね。これ始まった、忍者フィッシュ。こいつね、レア度は結構星3ぐらいまだいるんですよ、その次、うん、このこちら、超回復フィッシュ。これないの、何なの、これ何なの、これ何だと思いますか、私は。はい、え、これごめん、これハイポーション書いたつもりだけど、あ、瓶、あの青い瓶のやつ。そう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 、okay, okay. 超回復フィッシュですね。こいつは食べれる、こいつ食べると元気出る、めっちゃ。あ、船か。あ、あー違うな。ちなみに、うん、沖縄ではこいつ2種類ぐらいですか。誰に話しかけてるんですか。天の声、天の声、今神に聞いてるわ。沖縄にはね、こいつ2種類いるんですけど、はい、そのうちレアなやつがいるらしくて、そのレアなやつをちょっと狙おうかなと思って。レアな方を狙う、うん、ちなみにめちゃくちゃ美味しい。ラストですね、はい、せーの、はい、ジュラシックフィッシュですね。食べるとこないやん。あの生きた化石と言われてるものに似ている魚がいるんですよね。あ、生きた化石ではないんだ。生きた化石に似ている。生きた化石に似ている、生きている、生きた化石風なんですよ。生きた化石風、うん、分かるでしょ。え、シーラカンスでしょ。言うな今。今言うなよ。まあね、そうですね、うん、シーラカンスに似てるやつ、はい、え、でも顔にいないでしょ、シーラカンスは、ね、今回の動画でシーラカンスを取らないってことは決定したってことですね。そう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 、シーラカンスを狙わないってことだけは分かった。シーマンか、シーマンかもしれん、シーマン、シーマンかもしれん。人工喋る。シーマンということで、うん、今回、はい、この3種に詳しい、はい、ある協力の助っ人を呼んでおりますね、はい、ジュラシック大学教授の吉田さんですね。お願いします。吉田さん、なんか最近さ、はい、何せ吉田さんの扱い雑よ。あと大切にしてくれ。ちなみにこの今紹介した3種類の、うん、まあ、捕獲難易度というか今回の動画で取れそうだなっていう確信は多分ないんです。おお、すげえ。吉田さん的には一番どれが好きですか。これ、あ、やっぱりこれですか。俺もこれ気になる。そう、なんなんこれ、これの生きた化石ですね。ジュラシックフィッシュですね。ジュラシックフィッシュ、難易度もちょっと聞きたいですね。そうそう、難易度は、うん、これ、これが多分すっげー難易度高い、うん、正直あんまり自信がないけど、うん、ないけど、うん、去年の秋にちょっと見たから、うん、マジっすか。いう場所を超回復ですよ。おおよその検討はつくって感じですか、うん、多分ね、うん、なるほど。あ、じゃあこれを取るためになんか、下準備必要なものとかあります、うん、とりあえず餌を、あれさ、釣りましょう。はい、本当はね、ルアーで釣れたらいいんだけど、はい、ちょっと寒すぎるね、今、今年14分ぐらい寒いから、寒いですよね、活性が。予算、その格好でよく家だなって一瞬思ったんですけどね。まあ、昨日までね、昨日までめっちゃ寒かったですけどね。じゃあ、行っちゃいますか。はい、餌取りのコーナー行きましょう。はい、行ってきます。今回ね、餌を取るのに必要なのはもうこちらですね、これ。スコップ、うん、お塩がこれ持ったらなんか今から誰か埋めに行くっていう感じするな。あ、分かった、はい、分かった、はい、ミミズだね。正解。俺もちょっと思ったミミズですね。ミミズはいるのかい。じゃあ毎日、おお、早速いた、早速いたぞ。はい、アビシ、アビシ、はい、アビシ、はい、さあ、アビシ入れることはできるのか。アビシ、臭い、臭いってよ、これ一回匂いしてみよう。臭いの、液出すよ。液を出す、うん、液出さ、怖っ。アビシ、オッケー、アビシ見せて、アビシ見せて、見せてごらん。はい、いいんじゃん。ちなみにね、あれらしいですよ、うん、吉田さん曰く、うん、あの川の魚に絶対的な餌はミミズらしい。全然臭くはないな、うん、ええー、めっちゃ氷で、ウキウキな夏キーボー。ズバッと、ズバッと掘れて、サマータイム、ズバッとサマータイムあるとこ行った。切れてるね。あ、切れてんのか。切れてんのもいいよ。切れてんのもいいっすか。切れてんすか。切れてんすか。切れてんすか。これでめっちゃでかいのがいますね、うん、なんか汁ついた、うん、それが臭いんだよね。あ、そんなにない、うん、なんかね、うん、山を感じる、うん、山、うん、ちょっと山のふどうちょっと匂いしてみましょうね、うん、あー大丈夫だな、俺はまだ大丈夫だな。全然これを触った手であれだな、うん、あのドーナツがいるな。あ、すげえすげえ、でっか。お、でっか、でっか、でっか、これ
やばくないこれ。ごめん、ちょっと遊んでてごめんね。はっ、でっかい。ほら、めっちゃでかい。おお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 お、すげえでかいね。でっか、スコップとね、ダウジングのおかげでね。ダウジングなかったらここまで集まらんかったな。俺たちが真面目にやったな。こんなに撮れましたね。いっぱいやるとしたら、反応したらこうなるらしいよ、今日。おお、なるほどね。で、いなかったらこれだよ、今日。オッケーオッケー。いくか、じゃあ。あ、アビシ。知ってる？アビシ、これ、反応ある？反応ある？アビシ、ミミズラッシュボタン押せ。キュピーン！キュピーン！押してみよう、アビシ。グイン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 、ドゥルル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 ルン。ここなの、アビシ。なんだ、16ラウンド。こんだけいたら十分ですよね。こんだけいれば多分。はい、ということでね、今ね、ポイントに来ております。はい、はい、ここにいそうなやつ、こちらですね。忍者、ここで忍者狙うんですか。あと、ワンチャン、え、超回復フィッシュですか。これもいるかもしれない。超回復フィッシュですか。ポーションフィッシュ、ポーションフィッシュ、そうですね、この2つ、いろいろね、取れると思う。ヨシさん、まず何使うんですか。ヨシさん、なんか何も見つけ、網ですか。網ですね。あ、いや、網で、網で、ガサガサっと。ヨシさん、網で、網で、一応、あの、一応念のために竿を持ってきたんですよ。そうそう、あの、寂しいんで出しといていいですか。とりあえず使ってみてください。よし焼き、ライト。よし焼き、あれですかね。はい、痛い。あ、追ってきてる、追ってきてる。ちょ、あ、追ってるね、追ってるね。やけ、パワー磯目に似てるミミズ使っていいですか。あ、もう切り出すか。はい、ということですね。釣りは釣れなかったんですけど、はい、実はあの忍者、うん、僕ら忍者って呼ばれてるやつ2種類いるんですよ。ほうが忍者とイガ忍者みたいな感じで、うん、2種類いて、このうちの1匹が、うん、なんとね、ここにいるらしいです、この辺で。ここで吉田忍法、あみあみの術構えて、はい、構えて石を、はい、そこから上げるようにして。これはどうですか、高キックでやった方がいいですか。まあ、なんでも。石しかないね。これ、あ、完全に身代わりの術。ああ、身代わりだろ、これ完全に。この辺行っちゃっていいですか。下から剥がすよね。巻き上げる。さあ、どうなってるでしょうか。そう、なんかいる、なんかいる。あ、いた。いた、これ、ね、エビ。あ、エビだ、エビだ。南手長いです。あ、手長。かわいい。かわいいな。かわいい。かわいい。入りたいんだけど。かわいいね。これ手長エビっすか。てか、エビのくせに前に行くんだ。これは、でも忍者ではないです。これ忍者ないですか。逃がしましょう、逃がしましょう。ありがとう。ありがとう。また次なんだ。あ、いや、あ、吉田さん。さあ、どうだ。面白いな。はい、今ね、ここ下にこう見えます、うん、葉っぱがいっぱいあるの分かります。この葉っぱが、うん、この隠れ家になってると。へぇ、じゃあこの忍者の里をちょっと今からね、襲撃、はい、襲撃しましょうね。行きますよ、うん、ちょっと強めにすくい上げる感じで、強めにもう葉っぱごと行け。さあ、里襲撃はどうだったか。さあ、敵将いるのか。撃ち取れる敵将。動きがないね。阿部之助、時計濡れん、大丈夫？あ、別に防水だもん。防水？ 200メーターまで。さすがじゃあ阿部之助。さすが。はい。おお、すげえ。阿部之助いっぱい。おや、おや、阿部之助。阿部之助。阿部之助。まさか。まさか。まさか。これはどうやら。いるかこれ。どうやらこの中に内通者がいるらしいな。いや、捕まらんな。よしよし、なんかおすすめ。ちょっと違うもの取ってみましょう。よし、行きますよ。キワキワっすね、かなり。ガサガサじゃないですか。ガサガサ楽しいな。いや、まだ楽しくないよ、これで。宝探してる。エビ食っても、来ない時は一応あるわけよ。あ、そうなの。あるんだけど、ガチャ要素があるから、あんまりやりたくないっていう。そのガチャ要素やるときは、どういうときに、なんか親人質取られてるときにやったりするの。そうそうそう。あのエビを食わんと解放せんぞ、みたいな。先ほどのところダメでしたね。まあまあまあちょっとダメで今場所を移動してます。はい、でもうそろそろ夜になるんで、
捕獲するためのある仕掛けを作ってきました。トラップ。これこちら。ゴン。これハードル？パン食い競争。これ見てこれ。パン食いそうそうパン食い競争みたいな感じで貼り付けてるんですよ。でこれにミミズやって、そうそうそう。あのでこれを沈めて石で固定して釣ると。まずねこれ先ほど取ったミミズ。はい。ミミちゃんをしましょう。ここにセット。大きいのがいい。土にいたはずなのに痛い。痛い。でかいのつけたねまた。食えるこれ。いや大丈夫じゃん。できた。これサムこれですね。これサムね。適度に流れてるからね。はい。でこれをあの今置いてるんで、そのままあったらかかったら終わりなんですよ。ということで石で固定しようか。固定しよう。そうだね。ちょっと石持ってきます。はい。はい。じゃあ石設置。オッケー。ちょっと見えないよ今日。ちょっと頭が見えないね。はい。大丈夫？大丈夫。オッケー。オッケー。罠その2もあるんですよ。はい。さあこちら自動合わせ機ですね。オートフッキングシステム。AFS。このパイプにこれやるじゃん。はいはいはい。これやるじゃん。うん。はい。で今ペットボトルがあるじゃん。うん。針があります。お魚さんが引っ張ります。はい。取れた。割りましょう。うい。おおおお。はい。はいはいはい。はい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 。はいはいはい。はいはいはい。オッケー。あいいですねいいですね。じゃあ佐野くんの頭をアップでお楽しみください。髪切った方がいいな。はい。切った。切ったばかり。切ったばかり。年末に切ったばかり。それにしても切った方がいいな。コツは、うん、これって十字。あ、いいですね、いいですね。おーで、この下にはほらミミズがいますね。はい。よっさん、これどう思いますか。見たことない仕掛けですね。よし、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 よし。これは GoPro 後ほど映像をお楽しみください。すごいね、これ。じゃあ、ガサガサタイム。この辺攻めた方がいいですかね。葉っぱをもう丸ごと作るような感じ。あのガサガサのあるところに忍者いるらしい。ガサガサのあるところに忍者。なんかいいの見つけたら報告してください。僕行くんで。オッケー。皆さんどんなどこですか。四千円オそうだね。この葉っぱ。はい。あ。はい。はい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 。細まる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 ってないね。ないね。細まる。細まる。誰がガリマルじゃん。見える？細まる細まる細まるが細まる捕まえました。細まるみじんこはみじんこは農家だぞ。みぞれ沼エビですね。うわ細まるもうちょい大きいのでいこうか。カメラ映らんとも細まる。待ってよ待ってよ。あ映った映った映った。これうん多分これ食っても喉気づかんはず。アレルギー気づかんと思う。どうした細まる。やばい。ちょ吉田さん吉田さんダブルヒット。え、ダブダブルヒット。これ